今から20年前、僕はここバンナイズ飛行場で全米屈指の曲技教官ランディ・ガニエからインストラクションを受けた。ランディが訓練中、僕に言い続けた言葉がある。君ならできるよ。実際はそんな簡単にはいかなかった。だからしばらく僕はこの言葉を疑っていた。でも今になってランディの言葉の意味が分かってきた。多くの人ができないと自分の限界を決めている。しかしできると決めるのも自分自身だということを。Ready, pull now. Okay. Ready, kick now.I don't think I can do this. Yashi, you're a chicken with no wings. What do you mean? It means you're a crying baby. What? When I first met you, I saw possibilities. But now, I'm not sure. Goodbye, Yashi. Landy, wait! I will do it! I will do this! So please teach me more!I want to be a champion! Yeah, that's what I want to hear. I guarantee you, Yashi, you'll be a world champion someday.世界に挑戦するため、日本へ戻り、お金を貯めるためにバイトを開始した。その矢先だった。おい、室屋、電話。はい。あ、お電話かかりました。お、室屋か。ああ、岩田さん。あのさ、はい。ランディがさ、はい、死んだんだよ。え？バンナイズ空港の近くで訓練中に墜落したんだ。え？嘘だ。嘘だ。嘘だ。ランディが飛行機事故で亡くなった。それがきっかけで飛行機から、いや、人生から背を向けた。タバコ、酒、徹夜、自暴自棄な生活による負のスパイラルに陥っていった。When I first met you, I saw possibilities. But now, I'm not sure. Goodbye, Yashi.でもやっぱり忘れられなかった。空を飛ぶという情熱を。何千万も借金して飛行機を買った。お願いします。何百回も頭を下げてスポンサー回りをした。何千回もため息を漏らした。これまでに数えきれないほどの航空ショーを行ってきた。そしてエアレースという舞台を手にした。あれもこれも全て操縦技術で世界一になるために。だが突如知らされたエアレースの休止により活躍の場を失う。
追い打ちをかけるかのように起きた東日本大震災。全てが台無しになる。躍起になって挑んだイタリアの世界大会はまさかの予選敗退。神様は僕を見放した。ただ全てを失って気がついたこと、それは僕には空を飛ぶことしかできない。そして空を飛ぶことがどれほど楽しいかを気がつかされた。世界大会への再挑戦、長く地道な訓練の結果は忘れた頃についてきてくれた。そして技量が熟すのを待っていたかのようにエアレースが再開された。舞台は整った。チームメンバー、新型機、スポンサー、ファン、その全てが後押ししてくれた。そしてその瞬間はやってきた。ナンバー31マロイヤー、 1:4.992 seconds, no penalties, currently holds you in first place。 ついに世界の頂点に上がらせてもらった。It's first winning in my home place. It's really special. Thank you for the teams and fans. Thank you. Sorry. Maybe someday, maybe someday we'll find... それでもこれから多くの壁が僕の目の前に立ちはだかるだろう。しかし今や限界への挑戦、これこそが最大の楽しみだ。自分の限界はどこにあるのか。一つの限界を超えた先にはまだ見ぬ世界が広がるのだろう。限界の追求こそが自らを次のステージに導いてくれた。だから20年前の自分に言いたいことがある。君ならできるよと。